これはですね、自宅で行われている昔の結婚式の様子を撮ったものなんですね。昔は結婚式場ではなく、こうやって自宅で結婚式とか披露宴をしていたんですけれども、この写真パッと見た感じはなんか違和感は感じるけど、心霊写真には見えないんですね。しかしよく見ると大きな女性の顔が写り込んでいるんです。しかもすごく鮮明なんですね。心霊の動画で幽霊が現れるときはこのように画面いっぱいに顔が出てくることが非常に多くてですね、私も生中継とか生配信とかで幽霊が出てくる瞬間を何度か見たことあるんですが、やはりこのようにですね、大きな顔が突然バンと画面に出たりするんですね。この写真もまたそのような現象なんです。しかもこの女性の顔ですね、これは実際にこの写真を撮った女性にそっくりだと言うんですね。それは写真を撮った女性のお姉さんの結婚式なんです。もしかしたらお姉さんのことを羨ましいという気持ちからですね、生き霊になって写ったのではないかと言われています。先日ですね、心霊の動画の方で突然影が消える少年を紹介したんですが、今回は昔の心霊写真でですね、影がない女性というのを紹介します。本の折り目になっているんですけれども、真ん中の女性に影がないのがはっきりと分かりますね。これはスキー場で撮影したものですから、ゲレンデという場所なので、まず日の光を遮るものっていうのはありません。白一色のゲレンデですから、影がないこのような写真はとても不可解なんですね。どうして動画でも少年の影がなくなったんですが、どうして突然影がなくなる人たちが出ているのでしょうか。一説ではですね、式が近くなると影がなくなると言われています。この写真はですね、昭和52年5月にキャンプ場で撮った写真です。キャンプもいよいよ終盤を迎えて、みんなで夜集まってですね、キャンプファイヤーをしている様子を撮った一枚なんですけれども、燃え盛る火の真ん中にカップルの幽霊が現れてるんですね。最初人が映り込んだものかと思ったんですけれども、このカップルはよく見てください、周りの人たちよりも一回りほど大きく映っています。しかも燃え盛る炎の真ん中に立っているということを考えると、明らかにこの世の人間ではないことがわかりますね。幽霊が水間の近くに、水のあるところによく集まるという話は聞くんですけれども、こうやって火をつけると火のある場所にも集まってくることがあるそうです。はい、この心霊写真は昔からかなり有名なものとしてですね、いろんなところで紹介されているので、見たことある人も多いでしょう。これは幼稚園の豆まきの時期に撮られた写真で、園児たちの手にはですね、鬼のお面があるんですね。そして後ろに白い霧状のエクトプラズムの状態に近い姿の幽霊が園児たちの方を見つめているんです。そしてこの写真はですね、他の心霊写真とちょっと違うのは、この霊体はその顔に不安とか悲しみの感情が現れているんですね。もしかしたら亡くなったばかりの若い母親の霊が子供の様子を見に来たのかもしれません。この写真は昭和53年の3月、佐賀県嬉野温泉のある旅館の宴会場で撮られた写真なんですね。温泉芸者の人たちを呼んで、歌を歌ったり三味線を弾いて騒いでいるところを
まあ、記念にということで撮ったものなんでしょう。しかし後ろの襖のところを見てください。黒い短線を着た男性の幽霊が映り込んだんです。これは被写体の人たちの、まあ、亡くなった関係者ではないかと言われている一方で、昔芸者たちと仕事をしていた男性はですね、こういう場所を見て懐かしくなって出てきたのではないかと言われています。実は海水浴場っていうのはですね、多くの心霊写真が撮れるホットスポットなんですね。過去にもビーチで撮った心霊写真を数多く紹介してきたんですが、そのほとんどが海で亡くなられた方たちの霊体で、なぜか頭の上に映るものが多いんですね。頭付近に映る霊体は非常に危険だと言われています。なぜなら被写体に憑依をしようとしている、またはすでに憑依している時に頭に映ることが多いんですね。有名なものに女性、ビキニ姿の女性が、まあ、海水浴で写真を撮ってるんですけれども、その女性の頭に包丁が突き刺さっている心霊写真、かなり有名なものなんですけれども、あれもですね、やはり場所が海水浴場で頭というのがキーポイントになってるんですね。この写真は昭和30年代に兵庫県の須磨の海水浴場で撮られた写真です。この男性、背後から顔を覗かせているんですけれども、この場所が人が立てるようなところではないことは全体を見たらわかると思います。山とかですね、街中で映る霊体よりも海をさまよっている霊体は激しい霊障を引き起こすと言われているので、とても気になる一枚です。